皆さんこんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全体とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてですね。はい、こちらをご覧ください。こちら7月7日のデータとなっています。一番上の数字がですね、現在も陽性が続いているアクティブなケースですね。はい、34,178 人となっています。その下の数字47,873 人というのが感染者の総数になっています。そして右側の中央行きまして12,386 人というのが回復者の総数ですね。で、その下の1,309 人というのが死亡者の総数となっています。はい。そして新規感染者の数として表されているのが一番下の中央の1,540 人という数ですね。7月5日と7月6日続けて2000人以上この数字が出ていたんですが、7月7日は1540人と2000人は割ってますけども、引き続き多くの感染者が新規感染者として報告されています。はい、これがフィリピン全体の感染者の情報ですね。要は 47,873 人いる総数のうちから、回復者の総数と死亡者の総数を引いた数が一番上の34,178 人。現時点でも、新型コロナウイルスの陽性の状態が続いている人たちを、指しています。その数字が今一番目立つように表されています。はい。そして次ですけれども、それではこの陽性の状態が続いている人たちのうち、症状がどうなっているかというのを症状別に表したグラフとなっています。はい。一番上のアシンプトマティックというのがですね、無症状ですね。それが全体のうちの 5.5%。その下のマイルドというのが軽症です。症状が軽い人たちが全体のほとんどを占めていまして、93.7%。そしてシビアというのが重症。症状が重い人が 0.7%。そして一番下のクリティカルというのは、致命的ということですね。一番重い状態の人が 0.1% となっているというのが、円グラフになって表されています。はい。まあ、これはちょっと1日前、その7月6日の情報になっていますね。はい。続きまして、私が住んでいるダバオ地域の情報です。こちらです。はい。こちらはですね、まあ、一番上の円グラフを見ますと、全体で631と書いてありますけども、これが感染者の総数ですね。それして、周りに色別に分かれているの、196というのが現在も陽性の状態が続いている人たち。これが全体の 31%。そして、64% は、回復した人ですね。多くなってますね。そして赤の 5% というのが死亡者のデータとなっています。で、真ん中を見ますと、真ん中の地図で表されていて、それぞれの地域の感染者が表されていますけども、ここがこの地図はダバオ地域ですね。ダバオ市を含めたダバオ地域全体の地図となっていまして、そのうちオレンジで表された新規感染者が17人、そして総数が631人と、そのように表されています。はい、死亡者は出ておらず、新たに出ておらず、総数が33人、回復者は新たに3人出て、総数は402人となっています。これがダバオ地域の感染者の状況ですね。これを踏まえて本日のメインテーマです。ドテルテ大統領がですね、7月7日に、現在のフィリピンにおける新型コロナウイルスの状況、そして政府の対応についての、会見をビデオで発表しました。その中で、ドテルテ大統領はフィリピンが新型コロナウイルスの世界的流行の中で経済を完全に再開する他国の動きに追随することはできず、フィリピンとしては段階的に経済を再開していくことを語っています。そして、ドテルテ大統領は経済の再開については非常に慎重でなければならないということを発言しています。で、もし今完全にですね、経済を再開させてしまって規制を止めてしまうと、それはフィリピンを危機に陥らせるだけだということも言っています。そのため、すべての経済活動を再開するために、中国やアメリカなど他のウイルス被害国のように大胆な決定を真似することはフィリピンとしては賢明ではない判断であるということを言っています。そして、ドテルテ大統領は次のように発言しています。私たちは貧しい国ですと。私たちはリスクを取ることはできません。他国の例にはついていけません。本当に難しい状況です。
何よりもまずパンデミックに対処するための資金が不足していますと述べています。7月7日の時点でフィリピンは先ほどお伝えしたように合計 47,873 人の感染者が出ていますね。はい。この中でドゥテルテ大統領はパンデミックの最中に経済を再開することを決定した他国の新型コロナウイルスの感染者がまた増加していることについても言及しています。そして、それらの国で実際に起きていることは他国の政府がですね、財源のために経済を再開したけれども結局感染者が急上昇したということでした。それが難しいところなんですということを大統領は発言しています。そして現在フィリピンはドゥテルテ大統領が国の隔離措置規制を以前より緩和しており、より多くの産業が仕事を再開できるようになっています。ドゥテルテ大統領は感染が進んでいる中で規制を緩和するという決定は純粋な科学に基づいているからであると述べています。私たちは貧しいと、ギャンブルすることはできないんだとしながらも、政治はゲームのように推測でやってはならないとも言っています。純粋な科学に基づいてなされなければならないと、そう言っているんですね。そして大統領はフィリピンはまだ新型コロナウイルス感染の第1波にあるんだということも発言しています。そして再び第2波が発生した場合、多くの人が感染する可能性があると。しかし少なくとも政府が現在外出することを許可している部類の人たちは、依然として政府としては管理可能です。その管理可能な分だけ外出を可能にしているということなんですね。そして大統領は繰り返しますが、政府が社会の一部のセクターの人たちが外出して働くことを許可しているからといって、新型コロナウイルスがここにいないということにはなりませんと。新型コロナウイルスはいつまでも残るんだと。実際にウイルスを無効にする唯一のものはワクチンですとドゥテルテ大統領は語っています。そして科学的研究を急速に進めている他の国々の主導によって12月までにワクチンが提供されるかもしれません。または少なくともワクチンではないにせよ新型コロナウイルスを殺すことができる薬ができると私は確信していますということを大統領は言ってるんですね。私たちはまず薬を持ってウイルスを殺し、その後でワクチンを手に入れたいと思います。ということをドゥテルテ大統領は発言しています。はい。というわけでですね、本当に現実が厳しいという状況を大統領がですね、国民に対して、今のような話をしたんですね。まあ、一つ前の動画で大統領報道官がですね、やっぱり今経済を動かさないと、規制だけしていてはもう国民がもう餓死してしまうと、死んでしまうということを発言していましたが、まあ、かといって大統領はですね、一気に経済を解放すると、もう感染者が増えてしまって、もう非常に危機的な状況に陥ってしまうので、今は外出可能な人を制限しながら、働ける人は働いてということで、制限しながら一気にこの経済を元のようにするためにですね、全員が外出ていいよということはしないということを改めて強調しているということですね。はい。というわけで、大統領も発言しているように、今多くの人が外に出られるようにはですね、前に比べたらなっていますけども、新型コロナウイルスがいなくなったわけではないんだと、もう常にここにいるんだということを念頭に置いて、私たちも行動していくべきだと思います。はい、私の動画ではこのようにフィリピンのことや私が住んでいるダバオのことについて情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。